はい、コロコロコミックの 1月号にこちらのね、近いな、超決戦、バラギアラ無敵オラオラリンフィニティコロコロ限定オラオラパックっていうのがついてて、ベリレア以上が確定っていうパックなんですけど、我が家では一冊買ってたんですけど、こちら美濃紙が出てるんですよね。美濃紙がで、これに味を占めたようで、もう我が家では追加で買わないつもりだったんですけど、息子のレン君がね、お母さんにおねだりしてもう一つ買ってるんですよね。はい、でもう開けちゃってて、私見てないんですけど、どうもお父さんが欲しがってたカードが出たよと。ただマスターだとは言ってないんで、何が出たのかなと思ってます。開けちゃってるんで、ちょっと順番なんかねバラバラだと思うんですけど、いっかバラバラになってると思うんですけど、息子がね、お父さんに秘密にしてるので楽しみにね、開けたい見ていきたいと思います。でバイクロジリスいきなり出てるんですが、これやばいんですよね。相手の単純に相手が自身のシールドゾーンにカードを置くとき代わりに墓地に置くなので、メタリカのデッキ、砂漠デッキとか刺さるんじゃないですかね。はい、まあすごい限定的なあれですけどね。でバグアブジリス午後ガンガンギャラクシー持ちですね。あ、これが入ってんのか。じゃあ後で見よう。よいしょ。はい。で、はい、なんだ。マイティバンライフ。はい。ビーストボール。あ、ガードマン。あー。3マナ7000のガードマンですね。はい。どっちが強いんだっけ。デスマッチビートルと。あ、デスマッチビートルがなかなか値段が下がらなくて、我が家2枚しかないんですよね。一緒に入れてるのもありかな。これはコモンか。コモンなんで出やすいんじゃないかな、比較的。おー、強いよね、7000。え、デスマッチビートル1万5000かな。え、ちょっと忘れちゃった。はい、あ、シュノード。お、これがお父さんが欲しかったって言ってたやつ？違う気がするな。これかな？お父さんが欲しがってたっていうやつ。はい、あ、はい、工場長ですね。ゲオルグ・バーボシュタイン。言いにくい。これ4マナで出てきて、4マナ3000なんですけど、アタックするときに下の呪文が使えるんですよね。なんだっけ？なんだっけ？あ、スマッシュバースト。スマッシュバーストでゴーストタッチついてるんですよね。で、これ、相手が手札を1枚捨てたとき、相手クリーチャーを1体選ぶ、そのターン、クリーチャーのパワーをマイナス3000する。なんで、ジョラゴンデッキに刺さりますよっていう感じですね。アニメでも言ってますね。相性が悪いって言って。あ、なるほどね。私、ゲボちゃん好きで、で、デッキ組みたいなって言ってたんですよね。それを覚えてくれてたんでしょうね。これと、メガロデストロイと。メガロデストロイと組み合わせてデッキ作りたいなと思うんですけど、ね、これベリーレアか。なんですよね。なんで、あと3枚欲しいかな。で、メガロデストロイがデッキに2枚しか入ってなかったんで、あと2枚欲しいけど、お店によって5、600円してるみたいなんで、ちょっと安いとこ探そうかなと思ってます。はい。ゲボちゃんね、いいね。はい。で、いよいよね、明日ね、診断の発売日なんですけど、私まだ予約してないんですよね、全然、どこにも。っていうのが、ツタヤでいつも買ってて、ちょっと若干の値引きと、なんだっけ、Tポイント、購買だかなんだか、してくれてたんで、いつも予約してたんですけど、今回予約がなくて、予約の受注がなかったので、どうしようかなと。もうそれだったらちょっと発売日に買えなくてもできるだけ安いところで買おうかなと思っています。実はね、イオンのギフト券だとかね、あと楽天のポイントとか T ポイントとかも結構溜まってるんで、
その辺で買った方が安いのかなと、あ、安いのかなとか安く買って、まあちょっと 2,3 日ずれるけどごめんねとはちょっと息子のレン君には言ってるんですけどね。多分きっと皆さんはね、あの これこんなの見てる、こんなのこの動画を見てくださってる皆さんは発売日に買われるでしょうね。はい、なのでもしもそのボックス開封期待してくださってる方がいらっしゃったら申し訳ありません。もしかしたら発売日には開封できないかもしれないです。っていうか、もう多分開封できるかなですし、金曜日まあ普通仕事ですよね。で土曜日も私実は仕事なんですよね。なので、ちょっと遅れる可能性はあると思いますけど、いつかねやると思うんで、チェックしてみててください。では以上です。